ではちょうどにしましょうか。早いかな、こんなに早く決めていいものでしょうか。体感のワードがねほぼ入ってないんですよ。あ、今日もしっとり入ってました。最近しっとり入るんですよ。しっとり肌寒いのしっとりですかね。 あと空気がちょっとしっとりしていますとかそういう感じ。ということはやっぱりちょうどですね。しっとりちょうど、しっとり暑いにはならないので、似たワードじゃないので、しっとりにちょっと近いちょうどじゃないですか。暑いよりはちょうどの方が整合性がある気がします。では行きましょう。正解はちょうど、せーの、はい、ちょうど、はい、おー、来ました、ありがとうございます。いや、久しぶりにアフタヌーン入って当てることができました。やっぱり午前中はちょうどいいと感じている方が多いんでしょうね。では改めてキーワードを確認していきます。